は、JSD の竹本と申します。本日はお忙しい中お越しいただき、誠にありがとうございます。今回お話しする内容としては、パスウェイ解析とそしてシステム生物学ということになっております。でこのパスウェイ解析、システム生物学に、こういう分野があることを聞かれた方というのはこの中でどれぐらいいらっしゃるかというのをちょっと知りたいんですけど、もし可能であれば手を挙げていただければ良いんですが、そう、大体4分の1からいいぐらいですね。でありがとうございます。でもともとこのパスウェイ解析やシステム生物学というのはその、バイオインフォマティクスというか、要するにデータがたくさん出てきて、でその後にそれをまとめるその分野として発生したわけなんですが、実は昔からある分野を少しずつ書き直してきた側面もあります。したがってその多分野にわたるその知識というのを少しずつ書き直してまとめていったのが、実はそのパスウェイ解析であるとかシステム生物学とかといったものになるんです。したがってこの講義をする際にはどちらかというと、要するに多分野の知識というものを一緒くたにして紹介する必要があるわけで、実はこの発表の内容自体も随分雑多なものとなっております。で今回この出席者の所属を見てみると多分野の方がおられるわけですが、その話す内容によっては要するに大学の学部レベルで習うようなものもあるわけですね。ところがその学部が様々あるわけですから、そういった意味で難しいところもある。で要するにある分野においては非常に簡単において見られる方もおりますが、他の分野においては難しいと思われる方もいるでしょう。でそういった意味でその知識のレベルとしてはそこまで高いものは今回は紹介しておりません。ただし非常に範囲が広いので、簡単なところはご了承いただきたいのですが、もしわからない点などがありましたら適時手を挙げて質問してくださると幸いです。それでは発表の方に移りたいと思います。でそもそもなぜパスウェイ解析であるとかシステム生物学というものが発生してきたのかという話なんです。で、多くの皆さんご存知かもしれませんけど、昔はこの下のようにですね、生態分子をよく調べるような作業というのが今までずっと行われてきたわけです。要するに例えば細胞をすりつぶして、その例えば酵素の活性を見るであるとか、例えば RNA の構造を見るであるとか、タンパク質の構造を解析するとか、そういったことが常々行われてきた、わけです。ところが実際にその生物というのは果たしてそういうもので説明できるかというとそうではなくてですね、その生命現象というのはもともとそういう個々の例えばタンパク質であるとか遺伝子であるとかといったものがその相互作用することによって、記述されるというのが全然分かってきたわけです。でそうした中でじゃあいかにその個々の生態分子をまとめ、そしてどのように理解するかというのが、そういう枠組みが必要とされるようになってきたというような事実があるわけです。そういった中でそのパスウェイ解析であるとかシステム生物学というのが必要性を帯びてきたということになっています。で本日の流れですが、まず前半の方で、パスウェイ、もしくはネットワーク解析というようなことで、紹介したんです。でこれはその個々の生態分子の相互作用がどのように表現して、そしてどのように解析すればいいかということについて説明したいと思います。で次に、後半部分でシステム生物学というのについて説明したいと思います。でこのようにその上記 のパスウェイ解析やネットワーク解析で、例えば表現されたような相互作用する系のダイナミクスを、どういうふうに、記述して、そしてどのように解析するかということについて説明したいと思います。で最後に演習としてバイオインフォマティクス技術者認定試験の過去の問題を解きながら理解を深めていこうと、そういった流れになっています。でまずパスウェイ解析、ネットワーク解析の理論について話していきましょう。で生態ネットワーク、生態分子ネットワークといいますが、実はいろいろな種類があります。ここに挙げられているのはその代表的な3つなんですが、1つは、遺伝子制御ネットワーク。皆さんセントラルドグマってご存知かと思いますけど、DNA があり、それがメッセンジャー RNA があって、そしてそれがタンパク質になる。でそういった意味でその遺伝子の方を、下の階層だと思って、そして、タンパク質やそれ以上の構造をその上の方だと思うと、下の位置にその遺伝子の制御ネットワークというものがあります。これらについては
それこの後でそれぞれ説明しますので、そしてその次にタンパク質相互作用メント、それがその遺伝子にコードされてあるタンパク質が、発現して、そしてそのタンパク質同士が複合体を作ると、でそれを記述するようなネットワーク、そしてその複合体が、酵素として働き、生体内において、種子の代謝物の変化を、そういう代謝ネットワークみたいなものがこの中にはあるわけです。で、まずその相互作用をどうやって表現するのかというものですが、ここではその一般的にそのグラフによる、相互作用の表現というのが、適切であると。で、グラフっていうのはもともと何かというと、これはもともと数学とか情報学では非常によく使われているもので、点、もしくは頂点と線、もしくは辺の集合というふうにして、見やすことができます。ここに例に挙げられているのは、こういうものですが、例えばこういうものですね。この丸が点で、この線が、要するに辺ということになっているわけですけど、こういったグラフのように。で、各辺には特に向きはないので、これは向こうグラフと呼ばれます。で、エッジの辺にですね、この辺にですね、向きがあるものを有効グラフと呼ばれます。そしてこの、辺に対して何かしらの重みであるとか、これは重みでなくても、ラベルでもいいんですけど、重みの場合はその重み付きの、有効グラフであったりとか、向こうグラフ、ラベル付きの、有効グラフとか向こうグラフとか、そういったものが、こういうふうに表現すればよいということになる。ただし、これはあくまでその相互作用の表現するためのモデルであって、その表現能力には限界があるということを最初に理解していただきたいというのがあるんです。で、近年ご存知の方も多いかと思いますが、近年そのネットワークを生体分子の相互作用をネットワークに表現して、さまざま解析するというようなことがよく行われていますけれど、実際それにはですね、どういうふうにモデル化するかとか、どういうふうに表現するかということを適切に理解しなければ、正しい知識というものは抽出されないということに非常に注意していただきたいというのがあります。それは後でおいおい説明するとしてですね、まず最初にその制御、転写制御ネットワークの話についてしたいと思います。で、転写制御ネットワークというのは、この図に表せるようなものがあります。で、基本的にその転写、要するになんかこう遺伝子があってですね、で、そこからそのメッセンジャー RNA が、作られるということがあるわけですけど、これはただ単にその無尽蔵に作られているわけではなくて、ある種のその転写制御因子みたいなものによってコントロールされているというのが、あります。例えばそれが、ここにある転写制御因子で、それがくっつけばこの転写が始まるみたいな、そういった、これは非常に簡単な例です。そしてここで発現したタンパク質が別のタンパク質の発現ですね、別のメッセンジャー RNA ですけどの発現 の、の制御因子になっている。で、こういった相互作用を、転写制御ネットワークといいます。で、これらを、大規模に表すとこっちの右の図のようになってさまざまな遺伝子がさまざまな遺伝子の制御を発現しているということになっています。つまりその制御というのは一つで成り立っているわけではなくて、そういったサイクルみたいなものを作ってですね、複雑に調節されているということがこれは分かるわけです。で、じゃあこういったその転写制御因子ネットワークですね、データベースがどこにあるのかというと、一番有名なものにこういうレギュロン DB といったようなものが、あります。これは大腸菌 の転写制御関係の、データベースでして、次の今 URL から簡単に、アクセスすることができます。で、非常に、分かりやすいようになっていて、このダウンロードというところを押せば、テキスト形式で、次のような図が得られます。で、ここは例えばこれは遺伝子、ただのその遺伝子の番号ですけど、で、この遺伝子の番号は、これが転写因子であって、これが転写される側の、遺伝子になっています。で、ここがそれが活性化するか、要するにくっつけばその転写がスタートするのか、くっつくと転写がストップしてしまうのかという意味で、そのプラスとマイナス。で、そしてそれが一体検証方法がどういうふうになされているのか。細胞抽出液でされているのか、それとも何か単にその遺伝子発現の解析でやられているのか、そういったようなことがいろいろ書かれています。で、次にタンパク質間相互作用ネットワークといいます。これはよく PPI と略されるので、以下でもその PPI と略したいと思いますが、
要するにこの先ほどのですね、転写制御因子ネットワークで発現した、その発現し、その後翻訳されたタンパク質っていうのは、まあ実は単一ではなくて、まあ、複数のタンパク質と複合体を形成して、まあ、機能するということが、知られています。まあ、これは生物学をちょっとかじったとか、習った方に関しては、よくご存知のこと、非常に周知のことだと思いますが、まあ、例えばこの横にあるようなタンパク質1っていうのがあって、タンパク質2があって、でこれは複合体を形成すると、まあ、このタンパク質1とタンパク質2の間には、まあ、線が引かれるということになるんですね。でこれをさまざまな、タンパク質について調べていくと、まあ、次の図のようなものが、まあ、得られるわけです。まあ、こういったものがタンパク質間相互作用ネットワークと言います。ただそのタンパク質間相互作用の場合はですね、非常に注意しなきゃいけない場合は、変異に非常に多様な意味があるということです。タンパク質というのは実はその単純にその複合体を形成するというのはありますけれども、その例えばこういうグラフに落としてしまったときに、実はその時間スケールのデータというのが失われているわけなんですね。例えばどういうことかというと、ここにあるのは、例えばこのタンパク質は同時期にこいつと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 複合体になる。要するにこの何個でしょうね、6つ、要するに合計7個の、タンパク質が、複合体を形成することによって1つの、まあ、なんか酵素なり何なりの機能を発現する。ところが別のものでは、例えばここにあるものでいくと、こいつとこいつが、複合体をなすことで1つのタンパク質になっていると、1つの機能を有する。でここではこいつとこいつが複合体をなすことによって一つのタンパク質になっていると。でそういうことが起こるわけですね。つまりグラフに落としてしまって単純にその結合数だけを見ると、例えばここがエッジが何本あってとか言って、そういう解析では実はタンパク質相互作用は不適切な部分が存在するところがここですぐ分かるかと思います。でこの PPI のデータベースですが、まあ、例えば一番分かりやすいのはここの、まあ、データベースだと思います。これは多分これは H インディテーション DB というところなんですが、ここについてはその人の PPI がよく集められておりまして、まあ、ここから簡単に、そのタンパク質相互作用の、まあ、データというのをダウンロードすることができます。でここの下の方にこのデータソースというのがあります。このバインドピックミントで、こういったところについては、まあ、他の生物種についても、たくさん登録されています。なのでここの理由はここのホームページを訪れてもらえれば、まあ、もちろん人のタンパク質相互作用は、ともかくとしてに加えて、まあ、他の、データベースなんかにもすぐアクセスできるので、まあ、非常に便利な、ホームページになっているんじゃないかと、思います。さて、次に、代謝パスウェイです。まあ、パスウェイというと実はこの代謝が一番よく、思い浮かべられるんじゃないかと思いますが、代謝というのは何かというと、まあ、酵素によって、まあ、ある種の化合物がですね、まあ、変換していくことを言うわけです。例えばここに、一つの例が書かれていますね。まあ、ピルビン酸というのがありますね。これは多分、例えば解糖系の、まあ、一番最後ら辺のところの合成です。でそこからリンゴ酸、脱水物が酵素によって、まあ、リンゴ酸。F マル酸ヒドロダーゼによって F マル酸のようにして、まあ、こういうふうに代謝物がどんどん変化していく。でその流れを書いたのが、まあ、代謝系というふうになっています。つまりまあこの中でまあ濃度が、まあ代謝物で、まあ、この反応自体が、まあ、変みたいな、まあ、そういうことによってこう、まあ、パスウェイであるネットワークというのが書けるわけです。ただここでも実は結構その代謝反応におけるそのグラフに落とすときの注意点というのがいくつかあるわけです。で、安直に考えれば、まあ、先ほどのこの反応なんですが、まあ、ここ例えばピルビン酸があって、まあ、なんか他の NADPH などがあって、そして次に行くというような反応があるわけです。で、ここではちょっとこう違いますけど、こういう場合は普通こういったグラフを書くことです。この丸が代謝物で、で酵素がここに一つある、そして、まあ、生成物があるというような、こういうグラフを、まあ、書くことができるわけです。でここからその基質と、例えば生成物です、ね、要するにこの入り口と出口 の, そのネットワークを書こうとする場合に、じゃあ、まあ、どういうふうに書けるかというと、まあ、こういうふうに、まあ、単直に書けるような、まあ、気がするわけですね。
ところが実際にこれは本当に正しいのか、要するに正しいのかっていうのは、代謝っていうのがその物質の変換といった意味で正しいのかっていうようなことを考えたときに、それはちょっと違うのではないかっていうことが分かります。例えばこれちょっと構造に、注目してみるとよく分かるわけですが、例えばここに、まあ、オルニチンなんかエラー性中のオルニチンなんかあると、でグルタメンとかで、それがオルニチンとエラー性中グルタメンみたいなことがあるわけなんですけど、ここをこうやって見てみると、まあ、実はこの部分ですね、この N アセチルオルニチンの部分は、まあ、確かに L オルニチンになっているというようなことが分かるんですね。で、N アセチルオルニチンのここの塩基は、まあ、ここに移動しているというのが分かるんです。ところが実はここでやってみると、その L グルタメと L オルニチンは特につながっていないというのが、分かると思います。つまり実際ここでこれを少しやってしまうと、その要するに L グルタメートから N アセチルグルタメート、L オルニチンの方に移動する変というのは実は冗長なものというふうになるわけです。で実際こういう代謝を見る場合はですね、化合物にも構造、特にその原子の移動みたいなものに注意してやらなければ実はあまり意味のない情報というのが出てくるわけです。要するに特に代謝においては炭素の移動というのが非常に重要になってくる場合が多いので、例えば全く関係のないその原子間の移動みたいなのが表現されてしまうと、代謝パスウェイとしては不適切なものになってしまう場合があることになる。じゃあその代謝のデータベースに関しては一体どういうものがあるかというと、まあ、こういったものがあります。一番上があのケグというもの。このケグが多分おそらく一番有名な、ものだと思います。これは京都大学 の科学研究所のバイオインファンクセンターということで管理されていて、まあ、世界的にもう非常に有名なデータベース。まあ、ここのデータを使ってですね、まあ、非常に有名な論文の資料に載ることも、しばしばで、もう一つ有名なのがメタサイクルといったものです。でメタサイクルというのは何かというと、まあまあ、こういうものなんですけど、これはですね、結局に比べて実は少しパスウェイの情報というのが非常に正しいです。結局はですね、基本的にパスウェイというのはそのゲノムのアノテーションというかゲノムの予測から実は予測するものなので、実は結構間違いがよく含まれています。でメタサイクルに関してはその文献情報からきちんと照らし合わせて割と正しい経路というのが、よく載っています。まあ、ただしそのデータの取り扱いというのはやはり結局の方が非常に上で使いやすいのは結局ということになる。そういった意味でこう非常にトレードオフがあるんですね。でもう一つこう有名なのがこのスパジーところなんですけど、まあ、これは実はこの、まあ、バイオケミカルパスウェイというこういう本パスウェイという本があるわけなんですけど、まあ、そこの本を見た方にはおなじみの図かもしれませんが、こういう図があってですね、まあ、言ってみないと分かりますけど、こういう図が存在して、この例えば酵素なんかをクリックすれば、その酵素の情報が、見られたりとか、そういうことがするという、まあ、非常にこう綺麗で使いやすいような、図になっています。ただし、やはりそのデータを抽出するであるとか、データを加工するといった面では、あまり適してはいないように思います。さて、じゃあ、まあ、ここで、まあ、その生態分子ネットワークをさまざま紹介してきたわけなんですけど、まあ、実際にじゃあ昔の人たちは、まあ、こういったネットワークというものをどういうふうに考えていたのかということについて今から説明していきたいと思います。でこれまで要するに非常にちょっと昔で1950年代、まあ、その前後ぐらいですけど、そこら辺まではどういったふうに考えられていたのかということについて、説明したいんですが、ここで出てくるキーワードとしてですが、ランダムグラフと、まあ、規則格子モデルというのがあります。でそもそも昔はその非常にデータ量が限られていた、要するに観測があまり進んでいなかったので、まあ、要するに仮想的な、まあ、ネットワークみたいなものを考える必要があったわけです。でそうした中で、まあ、こういうモデルを使って、考察が非常に行われていました。でまたこのランダムグラフであるとか規則格子モデルというのは解析的な取り扱いというのが比較的容易で、まあ、理論、要するに例えば この次で話すシステムズバイオロジーなんかも、まあ、理論の構築なんかにも非常に役に立つと、まあ、そういった意味でこの2つがよく調べられているということです。で一つはランダムグラフです。で、ランダムグラフって何かというと、まあ、非常に簡単で、なんかこう点がいくつか、まあ、頂点がいくつかあって、まあ、全ての組み合わせにおいて辺が引かれる確率が、確率 P で辺を引くといったようなことです。
要するに確率が上がっていけば、まあ、どんどん変の密度が上がっていくじゃあそういうものです。で、まあ、超点数を L で変数、変数ですね、変の数を E とすると、まあ、この確率っていうのは、まあ、次のような式として、まあ、見なすようなこともできます。で、次のモデルとしては、正規公式モデルといったものです。で、これはその全てのノードのエラー数が同じである公式といったものです。例えば1次元公式モデルであると、まあ、次のようになります。まあ、1次元公式の要素をぐるんとこう回してあげて、まあ、要するにここに一つ隣一つ隣といったふうにつなげると、まあ、非常に規則的で、まあ、全てのノードが同じ枝数を持っているような、そういったグラフがあるんです。まあ、二次元更新になると、まあ、こういった形に、なる。まあ、昔はこういうふうになんか非常に簡単なモデルを使って理解しようとしていたわけです。で、じゃあそういったモデルが本当に生態ネットワークと実際に観測されるネットワークと、まあ、似てるのか似てないのかっていうのを検証していく必要っていうのがあるんですね。で、そこでそのネットワークを何かしらで特徴づける必要があると。で、そういった意味で次に紹介するのは、そのネットワークを、まあ、統計的、要するに統計的な側面から見て、まあ、特徴づけるというやり方として、まあ、指数分布であるとか、クラスター係数であるとか、まあ、平均パスチョークみたいなもので、を紹介していきたいと思います。で、一つは指数分布というものです。で、指数っていうのは、まあ、結合指数のことで、まあ、要するにあるノードが持つ枝の数ということになります。例えばこれだったら3本、これだったら2本、これだったら1本、まあ、非常に簡単なもので、で次数分布っていうのは例えば次数 K を持つノードの数っていうのが全体のうちどれぐらいの割合あるかってことですね。まあ、非常に簡単なやり方で、まあ、こういうふうになるんですね。1本だったらまあこれぐらいのパーセンテージ、2本の枝だったらこれぐらいのパーセンテージ、で3本だったらこれぐらいのパーセンテージであるだろう、まあ、そういった、非常に特徴。じゃあ実際にそのランダムグラフの次数分布っていうのは、まあ、どういう次数分布になっているのかっていうのを考えています。でランダムグラフの次数分布の場合はどういうことになっているかというと、まあ、要するに確率 P でその2兆点間に辺が貼られているわけですから、その例えば次数を K だとすると、まあ、K 本を貼られていて、要するに積になるんですね。 K 本を貼られていて N-1-K 本を貼られていない、要するにK 本を貼られていて、それ以外にはもう絶対つながっていないという確率で考えることができる。で、これはそのなんか組み合わせというか順列というか、要するにノードの行き先というものを区別しないようにまず聞かせるようなものですけど、まあ、そうするとこの次数分布というのは二項分布と、まあ、等しくなるわけですね。で、多分その情報学で少し勉強された方は分かるんですけど、まあ、二項分布というのは、まあ、そのうちポアソン分布って極限で正規分布になるという形で、まあ、実はよく見た釣り鐘型のこの分布がよく出てくることになります。まあ、実はこういう形にして、で、各ノードのその枝数が M、スモール M である公式モデルですね、さっきの公式のモデルの場合はそのクロネッカーのデルタ関数というもので表されます。でこれはまあどういうものかというと、まあ、この正規分布をまあ極端にこう縮めていった場合ですね、こうギューッと縮めていって、まあ、一つのパルスになるという、ね、そういう形になる。要するに K が M であるときに、要するに確率が1になって、それ以外では0というような形になる。要するに正規分布をこう、非常にしぼめていった形になっている。まあ、そういった意味でそのランダムグラフと、公式モデルというのはそういう意味合いで同じになる、極限で同じになる。じゃあ実際にその現実のネットワークの次数分布っていうのが、まあそういったモデルと適合しているのかどうかっていうのを見る必要があります。で、まあもちろんそうあいった先に紹介したデータベースからいろいろデータを取ってきて、そして調べてみると。そうすると実はそうではないようなことが、分かってきたわけです。で、ここに表示されてあるのがその次数分布ですね。横軸がその次数、要するに各ノードが持っている枝の数。でそれがそれどれぐらいのパーセンテージであるかといったものです。でそうしてみるとさっきの分布とは全然違ってですね、釣りがさっき そのランダムグラフとかっていうグラフは釣り金型のグラフだったわけですが、ここで見てみるとこれ縦軸も横軸も見て分かりますけどログスケールになってですね、ログログを取って直線に乗るようなそういった分布になっている。まあつまり分布の形はどういうふうになっているかというとこういう、まあ、K のマイナス、まあ、なんとか乗、まあ、そういった形になる。でその要するに次数分布からべき関数、べきの関数形で、まあ、近似できるということが、分かってきました。
これはまあその先ほどその示したようなそのランダムグラフと大きく異なる特性ということです。で構造的にこうまあ、概念図で見ると、先ほどのランダムグラフはこっちのような形になっているんですね。でスケールフリーというのはこっちのような形になるわけです。で何が違うかというと、要するにこの極端に辺の数が多いようなノードが少数存在して、それ以外のものは少ないといった、そういったことになると思います。でこの、まあ、こういったそのべきプロットで、近似できるようなその指数分布を持つネットワークというのを、まあ、スケールフリーネットワークというわけですが、まあ、このスケールフリー性といったものは、まあ、その他のネットワークでもよく見られます。だから先ほど言ったその転写制御ネットワークであるとか、タンパク質相互作用ネットワークといったものでももちろん見ることが、できます。でこれは生態ネットワークだけではなくて、実は例えばワールドワイドウェブ、まあ、要するに今度はノードが例えばページになって、そして辺がリンクになるような、そういったものでも見られますし、人間関係ネットワーク、まあ、要するに誰と誰が友達であるかといったようなネットワークでもありますし、送電線といったようなネットワークでもそういった分布というのは見られます。ただしここで注意していただきたいのは、その、まあ、べき単純にべき分布というのが最もいいという、要するにべき分布が最も適合のいい形であるというのは、まあ、限らないわけです。で他の分布でも、要するに変形したような他の分布でも当てはめというのは非常に可能ですし、まあ、そちらの方がいい当てはめになっているということもありますので、まあ、単純にそのべき分布に何でも当てはめればいいといったものではあります。ただしべき分布で近似できるというのは重要なことです。これちょっと説明しだすと長くなるのでここでは割愛しますが、実は理論的な側面から言うとですね、べき分布で近似できるというのはその後の計算で非常に役に立つし、非常に都合がいいというのがあるわけですね。でそういった意味でその自然界のものがべきに従うというのが、鉄則になっていて、まあ、例えば物理の分野なんかにおけると、そういったべき分布というのは非常に重要質傾向にある。でここでちょっと雑談なんですけど、スケールフリーっていうのは言葉の意味っていうのは、多分こうスケールフリーというだいぶ少し2000年ぐらいに一番最初の論文が出て、それから少し流行ったわけなんですけど、もともとそのスケールフリーと今のスケールフリーっていう言葉の意味が少し変わっています。でスケールフリーってもともと何かというと、サイズが変化しても同様に見られる性質といった意味でスケールフリーと言われる。要するに例えば先ほどお示ししました代謝ネットワークなんかでは、生物種によっても同じような分布ができるわけです。でそれ例えば、非常に代謝物が少ないような、生物種と非常に代謝物が多いような生物種があると。でそういってスケールは全然違うんだけれども似たような分布が現れるという意味で、まあ、スケールフリーだということが、でなおかつそのフラクタル性、自己相似性の関連として扱われることが昔は多かったわけなんですけど、実際これはですね、その後違うということが分かっています。で近年ではそのべき関数で表されるので、平均、この場合はスケールというんですね、この平均がスケールというんで、このスケールの概念がそもそも適用できないという意味でスケールフリーと呼ばれるのが多くなっています。でじゃあなんでそういうスケールフリー性みたいなのが、壊れて、その意味が変わってきたのかというと、実はスケールリッチ性というのが示されているからです。でもしスケールフリー性がフラクタルで、フラクタル性を示すようなものであったとすると、部分に注目すればその分布というのは保存されるはずなんです。要するに例えばあるネットワークからあって、それを部分集合をうまく取ってくると、きちんと同じような分布が見られるはずだといったはずなんですけど、実はこうやって見てみると、例えばこれはまた同じような代謝ネットワークなんですが、その代謝ネットワークの例えば部分ですね、例えばその、まあ、どこかの代謝合成系であると、でどこかの代謝合成系であると、それを別々に取り出してみると、そうしてしまうと実は全く異なったような分布っていうのがこう出てくる。例えばこの黒とこの青っていうのは全く違うような分布が出てくると。そういった意味でスケールにはっきり依存しているといった意味でスケールの一致性と、そういう意味で、まあ、スケールフリーではないといったことが、分かってきています。さて、ちょっとここで、またモデルの話に戻っていますが、先ほどのランダムグラフであるとか正規公式モデルっていうのは、まあ、その時数分布っていうのは釣り鐘型になるということを、先ほど説明しました。じゃあその先ほど天然の見られたようなそのべき分布を再現するには果たしてどういう機構が必要なのかというのを、考えた人たちがいます。それはバラワシとアルバートという人たちなんですけど、
まあ、そのスケールフリー性を説明するために、まあ、次のようなものを考える。で、何が実は重要だったのかっていうと、実は成長性っていうのと優先接続性っていうのが重要だったんです。で、先ほどのランダムグラフでは頂点数を固定していたわけですが、ここでは頂点数がどんどん増えていくっていうことを考えています。それともう一つ、辺がつながる確率っていうのはランダムではないと。要するに例えば N 分の1で選ぶとかっていうのではなくて、まあ、次のような確率で選ぶ。このような形。つまりこれは何を言ってるかというと、まあ、全ての次数の和分の、その自分が持っているその次数、まあ、要するに何が言いたいかというと、なるべく辺が多いものにくっつきやすい、次数、高い次数、たくさん枝を持っているノードにつながりやすいというようなことを考えると、簡単にその次数分布というのが、べきの分布というのが出てくるということが分かってきています。まあ、つまり、まあ、この成長性と、まあ、優先接続性というのを考えれば、まあ、これできるのはきれいに説明することができるということです。で、じゃあ他にどういった指標があるのかということです。で、最も簡単なものとして、簡単なものの一つに、まあ、クラスター係数というものがあります。で、これはどういうふうに定義されているかというと、あるノードの近傍間においてエッジが貼られている確率というふうに、まあ、考えることができます。まあ、つまり何を言っているかというと、例えばこのノードに、注目する、青いノードに注目して、そこの近傍に注目する。で、この近傍間に貼られているエッジの、まあ、割合ですね、確率という割合を考えようという話なんです。で、このように定義されます。で、下にあるのは、まあ、要するに、このノード間に貼られる、まあ、結合の最大数。で、それ分の、まあ、この実際この間に貼られている、まあ、辺の数といったふうにして示すことができるわけです。まあ、この要するにこのクラスター係数が高ければ、まあ、近傍間のエッジの密度というのは非常に高いというようなことが分かるわけですね。で、先ほどのこのランダムグラフというのは、まあ、どうなるかというと、ちょっとまあ、要するにこの近傍間のランダムグラフの場合は全ての、ノード間の、結合というのが等しい確率で選ばれているので、まあ、このクラスター係数もそのまま P というふうになるんですね。まあ、つまり変数とノード数で表すとこんな感じ。で、一次元、例えば M、次数を M 本持つ正規一次公式であると、まあ、次のように表されます。まあ、結構これは非常に高いわけですね。まあ、もちろんその近傍間にしてクラスター化させているわけですから、まあ、非常に高い。で、BA モデルとかっていう先ほど の, そのスケールフリーになると、まあ、こういった、式で表すことが、まあ、できます。まあ、この辺はちょっとどうしたら面倒くさいのでやらないですけど、まあ、こうやって見てみると、その、まあ、ランダムグラフっていうのは非常に、ランダムグラフや BA モデルっていうのはクラスター係数が非常に低いわけですね。で、一次元公式モデルが非常に高いというのがこれは分かる。で、次に、平均最短パス長というのがあります。で、この平均最短パス長というのは何かというと、まあ、2頂点間の最短距離ですね。最短距離の、まあ、平均といったところになります。で、ここ、まあ、まあ、次のように定義されて、まあ、ここに、まあ、距離行列があるわけです。で、例えば次のような、こっちのようなグラフを考えると、例えば A から B の最短距離というのは、まあ、1ステップで言う1と。で、D だと、で、B、で、2ステップと。まあ、こっちの E を経由したとしても、まあ、2なので、まあ、ここは2だというふうに、まあ、するわけです。で、まあ、こういったその距離行列を作って、でそれで計算してやったのが、まあ、平均、まあ、最短パス長というふうになります。で、その、まあ、先ほどのモデルなんかに適用してみると、例えばランダムグラフだと、まあ、ちょっとこんな感じで、 M 正規一次元公式だと、まあ、こんな感じになって、 BM だとちょっと、まあ、ここの詳しい式は説明しませんが、まあ、平均次数ですね、各ネットワーク間のその頂点に対する辺の数というものが一定だとすると、まあ、ランダムグラフというのはモード数の、まあ、ログです。対数を取ったオーダーに従うということが分かる。で、公式モデルだと、N になります。で、BA モデルだともう少し小さくなって、ログの対数を、頂点数 の, その対数を割ったものになるということが、ここで示されます。まあ、つまり BA モデルの方が平均パス長というのは非常に、まあ、小さくまとめられる。まあ、それはなんでかというと、スターコードというか、辺をたくさん持っている、まあ、ノードが多いからといった、それでは。で、公式モデルは、まあ、非常に一次元公式的であって、で、それを短いステップにつなぐので、まあ、距離は非常に増大していく。そういったことになる。
じゃあ実際のネットワークというのは、まあ、どういう特性を持っているのかというのを考える。でここで、まあ、結論から言うと、現実のネットワークはクラスター係数が高くて平均パッチ量が小さいものだというのが、分かる。でここで示しているのはちょっと実は生態系 の生物のネットワークではなくてですね、まあ、友好関係のネットワークと、まあ、送電線で、まあ、唯一、まあ、生態なし、これは線虫 の神経回路になっているわけですけど、まあ、実際にそのランダムに比べたような、平均パス長度と実際というのは、まあ、ちょっと高いぐらいか、もしくは、まあ、同じぐらいなんですけど、クラスター係数を見てみると、実はランダムのそれと比べると非常に高いということが分かっているんです。で、まあ、もちろんそのランダムグラフで説明することはできない。まあ、これはBA モデルでも同様のことが言えるわけなんです。で、格子モデルにおいてはそのクラスター係数というのは非常に、まあ、高くなるので、まあ、いいんじゃないかと思うけれども、実はパス長は非常に大きくなっているというのがあるわけです。そういった意味で、実はそのランダムグラフも BA モデルでも格子モデルでも実は説明することができない、性質というのがこのスモールワールド性というふうに、なります。で、これはその要するに矛盾なわけですね。格子を保とうとすれば距離は大きくなる。だけれど実際のものは小さくつながっている。要するにこれはなんかある種のパラドックスみたいに見えるわけです。で、これを解決したのが実はマックス・ストラッツという人たちで、まあ、次のようなモデルを考えているんですね。で、ここで最初何を考えているかというと、先ほどの一次元正規格子を、まあ、考えている。で、一次元正規格子を考えて、この辺ですね、この辺を適当に選んで、まあ、切り離して別の場所につなぎ直すといったことをしたわけです。そうすると、まあ、次のようなソースが得られる。で、この上がクラスターケースの変化ですね。横軸がそのどれぐらい、辺を交換したかといったような割合になるんですが、もちろんその辺を交換していけばどんどんクラスターケースが下がっていくわけですね。で、もちろんその平均パス長も、まあ、下がっていくわけなんですけど、実はその下がり方が全然違うわけです。そうなってくるとクラスター係数は最初あんまり変わらないんだけれども、あるところで急に下がりだったんですね。ところが平均パス長というのは最初下がってその後は一定になるといったことで、実はその P が極端に、まあ、小さくなく、 P が極端に大きくない中間地点のところですね、のところで実はそのクラスター係数が非常に高くて、距離が非常に小さいというような構造が得られるというのが分かりました。つまりその例えばレギュラーといったのはその秩序構造の地図構造と、そしてランダムグラフというその無秩序の構造の中間地点が実は実際のネットワークの真実かと、まあ、言える。ただしこれ実数分布は先ほどそのレギュラーグラフとランダムグラフをベースにしているので、まあ、実は実数分布の面から見るとこれは二項分布というか正規分布に近くなってしまうので、実際の分布とは違うというふうになる。で、それを、まあ、解決したモデルというのもいくつかあるんですけど、それはちょっと加速になるので、あまり説明ここでは説明を省かさせていただきます。で、ここでその何が言いたかったのか、こういう研究が何を言いたかったのかというと、まあ、現実のネットワークはランダムではないということが分かる。でもそれはまあ言ってしまえば当たり前といえば当たり前。私たちがその直感しているように、例えば私たち その人選関係自体がその適当に選ばれているかというと、それは選ばれていないでしょうと。で、生態ネットワークに関しても何かしらの意味を持って形成されてきたはずですから、そういう現実のネットワークはまあランダムであることはありえないということなわけなんですが、じゃあ、まあ、ところがそのデータでまあそういうことがきちんと確認されたと、現実のネットワークはランダムではない。じゃあそういうランダムではないといったことにどんな意味があって、そしてどういう利点があるのかというものを考えていく必要がある。で、そういった意味で何を次を考えていくかというと、次にネットワークモチーフ、そしてネットワークの環境性というのことを次に紹介したいと思います。で、ネットワークモチーフという考え方です。で、ネットワークモチーフという考え方というのは何かというと、あるネットワークに注目してここに何かしらランダムでない部分構造が含まれていると考えるんです。で、そうしたときにその構造が何かというのを、まあ、見つけ出す。要するに、まあ、何かというよりはそのある意味の部分構造を考えて、それが果たして、ランダムな構造ではないかどうかというものを考えようといったような問題になります。で、こうやって実際のこうネットワークを見てみると、
こうやってこう、この赤い手に入れると。そうすると、まあ、こういった形の部分構造が出てくると。これがやたらたくさんあるように見えるわけです。で、実際にこれが、意図して組まれたものなのか、それとも適当にネットワークを構築したとしても見られるものかどうなのかというのを検証するために、このネットワークを元に、ネットワークをランダマイズ化させます。で、ランダマイズ化させるというのはどういうものかというと、まあ、この実際のネットワークを持ってきて任意の2辺を選んでその結合先を交換すると、まあ、要するにこうすることによって各ノードが持つ辺の数ってのは変化しないと。で、だけれどその結合先が変化するので、こういった部分構造の出現頻度っていうのは変わると。で、そうしたことでそのこれをそのランダマイズされたネットワークというものをそのある種、ぬるか説というか、を基準にして、実際のネットワークが実際のネットワークにある部分構造が多いか少ないかっていうのを、判定している。で、現実のネットワークには、でこっちを見てみると、こちらで現れたこのネットワークを用いると、こういったパターンの構造というのはほとんど出てこないのが分かる。そうすると、この部分構造というのは何かしら、意味を持った構造である。要するに、意図されて、ある種の秩序を持って形成されてきたパターンであるというようなことが、分かるわけです。まあ、実際にこう現実のネットワークには、ランダム化されたネットワークであって、秩序を持つパターンが存在しているというのが分かる。じゃあその、どういったものでしょうというのを見てみると、例えばこういったものになる。ここでは、ここに示されているのは遺伝子制御ネットワークですね。で、ここで見られるのはそのフィードフォワードループといったものです。で、フィードフォワードループというのは、例えば X が Y を制御して、Y が Z を制御するんだけれども、実は X も Y を、Z を制御しているという、こういう形ですね。2ステップ先あるんだけれど、ショートカットして、こいつも動く。こういうのをフィードフォワードというわけですが、そのフィードフォワードの的な、ループがよく見られると。で、もう一つはこういうバイファンですね。同じ、遺伝子が同じそのペアを制御しているという。そういった構造が見られると。で、下のやつはそのニューロンで、神経解剖網なんですけど、実は似たような構造パターンというのが、出てくる。で、これらに関しては、何かしらこう意味があるだろうというふうに考えることができるわけです。で、例えば制御理論においては、こういうモジュール、例えばフィードフォワードループであるとかといったものは、非常に重要な役割を果たすわけですが、それは後半で詳しくお話ししたいと思います。で、次にですね、そのモチーフっていうか、出現する部分構造のパターンなんかを、見ていこうという話です。で、この縦軸はこれ横軸は何を話しているかというと、横軸はそのサブグラフの、パターンを示しているわけです。例えばこれは3つのノードで構成される、サブグラフのパターン、全部13パターンあるわけですが、こういうふうにできると。で、この縦軸は何かというと、どれぐらい、秩序化されている、指標なのかといったことですね。要するにこれが高ければ高いほど、実際のネットワークに、何かしらの意味を持って出現しているということを表す。で、こうやって見てみると、実は結構共通点が見出せるわけです。例えばここに、例えばここのプロファイルなんかを見てみると、これは遺伝子制御ネットワークなんですが、例えば E コイであるとか、イーストであるとか、これは誤送金ですね。そういったものはこれ実は同じ全部線になっているんですけど、プロファイルは実は同じような形をしているんです。要するに性別種は違うんだけれども、ネットワークの構造というのは要するに部分構造のそのプロファイルというのは非常によく似ている。で、こちら側は何かというと、これは信号データであるとか、例えば神経回路といったものに関して、実はこれらの2つというのはちょっと違うんですけれども、実は似たような構造パターンもしているんです。ちょっと余談になるわけですが、これは言語ネットワークですね。ある単語の次にどういう単語が来るかといったものをネットワーク化したものなんですけど、実はそれも、例えば、フランス語であるとか、スペイン語であるとか、日本語であるとかっていうものをやってみると、実はもちろんそれぞれの言語は違うわけなんですけど、そのプロファイルは同じようなものになる。つまりそのネットワークというような表現を通して実はその共通性というのを見出せるわけです。
まあ、こうすることによって何かしら その普遍的な性質というのを見出すことができるのではないかというふうに期待することができる。で、まあ、まず最初にそのランダムでない世界について何がどういう意味があるかというと、まあ、ネットワークのモチーフというものが存在する部分的な構造があって、それが機能的に重要な役割を果たしているんだろうと考えられるというのがありました。で、もう一つは頂点の削除に対する平均最短パス長のロバスト性という話です。でちょっと何を言っているかわからないかと思いますけど、例えばこういうネットワークがあったと考えます。で、その時にこの頂点を削除するわけです。頂点を削除するということは、その周りにあるエッジ、これにつながっている辺というのは全部切り離す。そうするとこのネットワークというのはバラバラになってしまうわけですよね。で、基本的にその生態のネットワークというのはその取りまとまって一つの機能を果たしているわけですから、これがバラバラになってしまうということは非常に、まあ、良くないというふうに考えることができるわけです。例えばこれが何かしら遺伝子を潰すということ、これが例えば頂点が遺伝子なんですけど、この遺伝子を潰してしまうとその遺伝子の制御系がバラバラになって破綻してしまう。で、こういうことに対する眼見性みたいなものを考える、そしてなるべくつながっていればいいということを、考えるわけですが、そういうのがどうなるかというのを見よう。で先ほど示したようなそのスケールフリーネットワークですね、実数分布がべき関数で近似できるようなネットワークというのは、そのランダムな頂点の削除に対してロバスト性を示すということが実は知られているわけです。でランダムな頂点の削除って何かというと、要するに例えばここに、ノード数が N 個あるとすると、 N 分の1の確率でこれを取るみたいな、まあ、そういったやり方ですね。で、そうするとで、この横軸がその頂点を削除した割合になるわけです。で、スケールフリーネットワークの場合はこちらがですね、こちら側を見てみると、で、この青い線が実はそのランダムに取っていった場合になったんですね。ランダムに取っていくと、実はこうすると頂点の平均パス長というのはずっと変わらずにいくと。ところがランダムグラフ、先ほど言った釣り金型を示すようなグラフでおいては、頂点を削除すると、徐々に平均パス長というのが下がって、増加してくるわけですね。増加してくるというのは何かというと、要するに信号の伝達まで非常に時間がかかったりするというようなことなので、非常に不利な状態になってしまうということです。で、こちらの下側は何かというと、これは最大連結成分というのですけど、要するにこの例えばここで壊れた部分構造すると、こちら側の大きいですね、大きい部分構造のノード数といったふうに考えています。要するにこれが大きければ、この割合が高ければ高いほどネットワークは一つにとりあえずまとまっているって話なんですけど、例えばこのランダムに取っていくと緩やかにそれは増加する、減少していくということが見られます。ただし、ランダムグラフではすぐ、落ちてしまうんですね。 0.3 ぐらいでこれは落ちてしまうわけですけど、こちらは 0.3 では全然まだ、多くつながっているということが分かります。ただし逆にそれは何でかというと、たくさん辺を持っている、ノードが存在するからなわけですね。なので逆に言うと、ハブを狙うと弱いとです、ね、要するに辺がたくさん持っている、ノード数を攻撃してしまうと弱いと。で、これ実はこの赤がそれに対応するわけですが、これはどういうふうにしているかというと、エッジの数をですね、相当してあげて、そのエッジの多いものから順番に消していくということをするわけです。そうすると先ほどのランダムに取った時とは比べて、急激に、平均パス長というのが増加するということが分かります。先ほどのランダムグラフも同じようなことです。だからそういった意味でトレードオフがある。ランダムな頂点に対してはロバスト性を示すが、幅を狙うと弱いということになるということなので、実際の天然のネットワークというのはスケールフリーネットワークということなので、実はこういう、眼見ですね、例えばノード削除とかノードが失活するといったことに、対して何かしらのロバスト性を、獲得するように、進化して、もしくは形成されてきたように、考えることができる。ところが先ほどそのハブを狙えば単純にそのネットワークがバラバラになるといったわけなんですけど、実際にはそうではありません。異なるハブが
実は存在するということが分かっています。でこれはちょっと先ほども同じ、見た地震なんですけど、まあ、例えばこのノードとこのノードは辺の数は非常に、まあ、似てるわけなんですけど、ここのノードを失活させてからといってネットワークがバラバラにならないように、まあこれはすぐ分かりますね。ところがここのノード数っていうのは、ここのノードを例えばノックアウトすると削除してここの辺を切るとネットワークが直ちにバラバラになるっていうのは分かるわけですね。まあ、つまりその異なるモジュールをつなげる、でそのモジュールっていうのは例えばこういうこれ緑とかオレンジとかっていうそういう中間地点になっている、ノードとそのモジュール内ですね。あんまりこうそのモジュール内だけで、存在するハブの存在が、ハブのハブが存在するという。でこちら側に似たようなことをやっています。でこういうのを基本的にはパーティーハブといったり、パーティーハブといってこちら側のハブをゲートハブといったりするわけです。でこのデータハブを攻撃した場合は直ちにその平均パス長というのは非常に増加するわけなんですが、このパーティーハブを消した場合はそんなに増加するわけではないわけですね。つまりその単純に字数だけを見て、要するに変が多いからといってそいつを削除すればいいんだというやり方では実はネットワークは壊すことはできる。でこの壊すっていうと非常に悪い面にも思いますけれど、壊すっていうことはそれは非常に影響力があるっていう意味なので、例えば何かしらの情報を伝播させたいといったときにどのノードを選択すればいいかといったようなことにも通じるので、この重要なハブっていうのを、要するにこのネットワークの構造の中核を見合っているようなハブを見つけるということは非常に重要になってくるわけです。だからそういった意味でその頂点の重要度を測るといったことが今後重要になってくる。だからそういうときにどういう指標を使えばいいのかというのを次に紹介していきたいと思います。で一番簡単なのは字数中心度といったものです。でこれは先ほどから実は何回も言っている辺の数ですね。あるノードが持つ辺の数っていうのを辺の数が多ければ、重要度が高いだろうというふうに考えたものです。で、次のように考えることができるわけです。でもう一つは近接中心度といったものです。で近接中心度といったものはどういうものかというと、次のここの BI というのは距離行列ですね。最短経路 の, その距離行列になってで、その距離行列 の, その例えばあるノード I に注目して、そこからつながっている全てのノードの最短距離の相和の逆数になっている。要するに距離が、要するにあるノードが存在して、そのノードから短いステップでつながっていれば、その、ノードは非常に中心度は高いだろうというふうに、考えている。そういったようなものです。で例えばこの同じようなネットワークがこう下に表現されているわけですが、字数中心度は要するに辺の数だけに注目した場合、重要なノードはどれですかというふうになると、同等1位でこの赤い2つになるわけです。ところが近接中心性の場合は短い最短ステップ数で全てのノードとつながっているといったことなので、実はここの真ん中のノードは正しくなる。でこれは字数だけでは見つけることはできないというのが明らかに分かると思います。そういった意味でその重要度というのは尺度によって非常に異なっているということになっています。で他にもこの中心度は様々あります。で元々この中心度の考え方というのはその生態ネットワークをやっている人たちが考え出したものではなく、元々は社会学から発生してきたものです。その例えば企業と企業のネットワークを作ってどの企業が、一番重要なのかとか、人と人をつないでどの人が重要な、人物でどの人とコンタクトを取れば例えば契約が成立するか、そういったことを考えるために、考えられた指標なわけです。で他にもその中心度というのはいくつかあって、あまり詳しくは説明しないですが、媒介中心度というのがあります。で媒介中心度というのは何かというと、これは各頂点間ですね。これ文字間違えてます。各頂点間の、最短パスを考えると、要するにあるノードからあるノードまでその最短パスを考える。でその時によく通過する頂点のが、重要だと。要するにある地点からある地点に行くと。でその時に伝わる道筋があるんですね。
そうするとどこかを経由する点が必ず存在するはずなんです。非常に多くの、多くの人たちがその経由するノードっていうのが非常に重要であるだろうっていうのがその媒介中心度というような考え方です。でもう一つは固有ベクトル中心度というのがあります。でこれは何かというとその実数中心度の実は拡張版になっています。まあ、次のようにこう定義されるわけなんですが、まあ、この XI というのがノード、まあ、頂点 I の重要度というふうになっています。でここにあるのが隣接行列、隣接行列っていうのはある頂点と、例えばここだったら頂点 I と頂点 J が、頂点 I と頂点 J がつながっていれば1、そうでなければ0といったような、そういう行列なんですけど、まあ、それの、重要度を、総和して考えるといったものです。要するに自分だけの中心度ではなくて、相手側ですね、つながっている相手側の中心、重要性というものを考慮しようといったものになる。で、こうやって見てみると、この関係式というのはよく見た線形代数の形に直すことができるわけですね。要するにこの x を求めるというのは固有ベクトルを求めていることと非常に等価になっている、わけで、まあ、実はここから固有ベクトルを求めるような形で、その固有中心度というのを導出することができると。でこの固有ベクトル中心度というのはページランクの基礎にもなっている。ページランクって皆さんご存知でしょうか。Google の検索で例えばどのページが重要かっていうのを表す指標の一つになっているのがページランクなんですけど、まあ、それの基礎になっているようなのがこの実は固有ベクトル中心です。でこのまあちょっと説明はあまりあれですけど、頂点の重要度と、まあ、生物学的な、まあ、意義っていうものがじゃあ果たして今までにどんなものがあったのかっていうのをちょっと紹介してみます。で一つは例えばタンパク質相互作用においてタンパク質の実数中心性と、進化速度には負の相関があるということがあります。でこう進化速度ってちょっとわからないかもしれませんけど、あるなんかタンパク質があって、まあ、アミノ酸配列があると。でそのアミノ酸配列が、まあ、どれぐらいの速度で変わってるかっていうのを、考えるわけなんですけど、実数中心度っていうのは要するにたくさんのタンパク質と相互作用しているようなタンパク質っていうのはあんまり変化しないということです。でそれは何でかというと重要だからというふうに考えることができるわけですね。でそういった意味でその相互作用の多いタンパク質というのは進化速度が非常に遅いということが分かる。でも実は、まあ、これは単純にその代謝ネットワークが代謝ネットワークタンパク質タンパク質相互作用を調べて進化速度を調べてでそれの相関を見ただけなんですけど、実はサイエンスの中にも載っている。であとはタンパク質コンタクトネットワークにおいて近接中心性は活性分離を予測することができるということなんですが、まあ、これちょっと分かりづらいかと思いますけど、ここに下にちょっと図を用意しています。でここに、まあ、タンパク質の立体構造みたいなのがあります。で各頂点でこれをグラフに落とすわけなんですが、各頂点がアミノ酸一つ一つですね、塩基。で例えばここに半径、まあ、何オングスロームで、隣接していれば、辺を引くというようなことをするわけです。でそういうモデルでそういうグラフでモデル化したときに、近接中心性を測ると近接中心性が高いところですね、まあ、中心度の高いところっていうのは実は活性部位なんだっていうことが、それを使うと活性部位を予測することができると。だから非常に、簡単な手法なんですけど、こういうやり方でも簡単な構造解析っていうのはできるということです。で次に、よろしいでしょうか、次に話題というか最近流行っている一つにコミュニティ構造というのがあります。でここでいうコミュニティ構造というのは何かというと、比較的密に連結した部分グラフ同士が素に連結しているような構造というふうに考えています。これは、まあ、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、まあ、ここの赤い丸で書かれているのが密に結合している部分グラフで、それがちょっと灰色でちょっと見づらいですけど、まあ、弱く結合していると、少ない変数で結合しているというようなことになっています。まあ、要するにこれは何かというと、グラフというか要するにある種のネットワークみたいなのがあって、それをいくつかにクラスタリングしていこうという、まあ、そういった手法ですね。でこういった手法というのは、例えばネットワークから、まあ、機能的なモジュールを発見するであるとか、あとは、まあ、なんかアノテーションというか、機能を予測する際に、例えば使われたりするようなものです。そういった意味でこのコミュニティ構造をどういうふうに発見するかっていうのは非常に重要になってきているわけですね。まあ、ここに説明がありましたね、
まあ、代謝ネットワークにおける、生態ネットワークにおけるコミュニティ構造の重要性というのは何か。例えばタンパク質タンパク質相互作用においては、例えば機能的に類似なタンパク質が、まあ、同じコミュニティに属する。要するに例えばここら辺だと、このモジュールの中に、まあ、同じような機能を持ったタンパク質がまとめられるわけですが、要するに例えば全然機能の分かっていないようなタンパク質だったとして、まあ、それがその機能を予測することができるというのがまず一つで、もう一つはその複雑なネットワークの俯瞰的な理解というのがあります。で、例えばネットワークというのは非常に複雑なんですね。例えばタンパク質が6000ぐらいあって、そこから何か知識を見つけてくださいって言われて、例えばこんな図が得られたとすると、でこの図から何かを何か知識を抽出してくださいっていうのはちょっと無理がある。そういった時にこのグラフを、まあ、ある種モジュール単位で組織化してあげて、次のように、表す、まあ、これはちょっと全然関係のない、図なんですけど、まあ、例えばこうやって見てみると、このノードと例えばこのモジュールとこのモジュールがなんかよくつながってるなとか、まあ、そういったことが分かる、まあ、そういった意味でもコミュニティ構造を見つけるっていうのは重要。じゃあどういうふうに見つけるのかっていうことなんですけど、手法はたくさんあります。論文もたくさん出てます。だけど基本的にやってることは一つです。で、何かというと、モジュラリティを最大化するといったことに、つきます。で、モジュラリティというのは何かというと、まあ、モジュールの定義そのものですね。コミュニティ内の変の密度が高く、コミュニティ間の変が素であれば良い分割という前提に基づいて、まあ、モジュラリティというのを定義する。で、モジュラリティはどういうふうに定義するかというと、まあ、こういうふうに定義されているわけです。で、ちょっと分かりづらいかと思いますけど、ここが何を意味しているかというと、まあ、任意の次数列というのは何かというとですね、ノード1が枝数を3本持っていると、ノード2が2本持っていると、ノード3が5本持っているというのは列がバーッとある。で、そういった、まあ、次数列を考えた場合に、で、それがもしランダムに結合していた場合のその結合確率というのがこういうふうに表されます。で、それからそれを流出行列から引いて、で、その、コミュニティ構造に属していればそうなるな、そうなるというふうにして、結合します。要するにここの同じコミュニティ内で結合していればこれが高くなって、そうでなければ低くなっていくといったその形です、まあ、まさにこの上にあったその言葉通りをそのまま式に直したというのが、これなわけです。で、このモジュラリティというのはなるべく高くなるような分割を見つけていこうというのがコミュニティ構造の検出の問題の肝です。で、つまりどういうことかというと、要するにどのモードがどのコミュニティに、割り振られているかというのが重要ということなんですね。で、要するにそれをどうやって見つけるかというのが実は重要な問題になっているんです。じゃあどういう基準で、そのアサインを決めていくかというと、まあ、次のようなことが考えられます。例えば一つは何らかの基準でエッジを削除して部分グラフに分割していく、まあ、何らかっていうのは結構いろいろあるんですけど、例えば、最小カット、最小カットっていうのはこのグラフをバラバラにするために、まあ、どの辺を最小どの、まあ、辺を切るわけなんですが、それが最小になるような辺の選び方をするというようなことですね。で、もう一つは辺の媒介度といって、例えばさっきの媒介中心性のお話でもありましたけど、あるノードからあるノードに最短パスでつながる、最短パスでつながる。そうすると、どこかの辺をよく通るとか、どこかの辺をよく通らないとかっていうのがあるわけです。そうすると、よく通るところから、辺から削っていって、その削っていくと、例えばこういうふうに分割されるわけですね。で、そういうふうに分割していって、まあ、最大の分割になるような、要するにモジュラリティが最大になるようなところでストップしてやれば、それはいいモジュール構造になっているというようなことがあります。で、もう一つは、まあ、なんか遺伝的なアルゴリズムによって、まあ、Q とモジュラリティが最大になるような、割り振り方を見つけるってですね。で、まあ、適当に例えば、何個かこのノードは、このコミュニティ、このノードはこのコミュニティというふうにしてアサインしておいてあげて、例えばこのところでアサインを変更したりとか、例えばここはこの赤い、コミュニティに属しているとか、でもしこっちの方がモジュラリティが高ければこれを採択して、低くなったらそれを棄却していける。で、それを延々と繰り返して、延々というか、まあ、ある一定期間繰り返して、まあ、いいところで止めてやると、それが非常にいいやり方になるだろう、いいモジュール分割ができるだろうという話になる。で、
そのモジュールを最大化するという意味では実はこの遺伝的にアルゴリズムによってその規模を最大化してアサインを見つけるというやり方が今のところベストです。ただし非常に計算時間がかかります。で計算時間がかからないようにすると今度はモジュラリティが下がっていくという、もちろんそのトレードオフがあるわけなので、そこをうまくどういうふうにやっていくかというのは、実は今後の課題にもあったりするわけです。ただでも基本的には先ほどのモジュラリティを最大化するという問題には変わりはありません。で次に多分ここから何ですか、相互作用が動くというような話になっているわけなんですけど、多分ここが一番なんかバイオインフォマティクスらしいというようなことになってくるんじゃないですか。で実際にはそのネットワークというのは私たちが観測して見ているわけなんですけれど、実際にそれは実験限界があって多くの知られていない相互作用というのが あるわけですね。で相互作用のペアは非常に膨大であるからそのある程度その計算機で予測をつけることというのは非常に今後重要になってくるわけです。例えば、なんか頂点の数が N とするとそうするとそのペアの数っていうのは N の2乗になるわけですよね。で例えば酵素の遺伝子というか、要するにタンパク質を構造しているようなそういう範囲というのはその大体6000ぐらいなので、3万6000ペアを全部実験で検証するかというとそれはできないわけで、そのためにもこうやって最初に当たりをつけといてあげて実装の実験をしてやればその実験のコストが下がっていいというようなことが分かるわけです。でそういった意味でその予測というのは非常に重要です。じゃあどういうふうに予測するのかっていうことになります。で一つは系統プロファイルによる予測です。でこれは非常に簡単なやり方で、主幹で保存されているタンパク質は相互作用とすると考える。例えば何かこうなんかいろんな生物がいるわけですね。でここの P とかって書かれてあるのがタンパク質の種類の名前なんです。でこれを、なんかある種こっちの縦軸をそのタンパク質の名前にして 横ですね、横のをタンパク質がある生物が生物にすると。でこの生物はこいつとこいつと1と2と、4と5と7を持っているというようなこういうプロファイルを作ってあげて、そのプロファイルからクラスターを作ってあげる。そして要するにこの並びを見て、非常によく保存されている、タンパク質があると、そいつは、なんか相互作用してるんだろうというふうに、考えることができるんですね。要するに相互作用してると、それは共に進化していくわけですから、共に現れ、共に消えていくわけですから、共にその主観に存在されているようなやつというのは、非常に相互作用しやすいというふうに予測することができるわけです。というのが一つ。でもう一つは、これも似たような考え方ですけど、共振化を用いた予測というのがあります。で共振化を用いた予測というのは何かというと、先ほども言ったように、もし相互作用しているのは、この2つというのは非常に重要なんです。要するに、あるタンパクとあるタンパクが抗体を形成して、1つ の構造となすならば、要するにこれは共に受け継がれ、そして消えるときは共に消えるはずなんですね。だからそうすると要するに系統樹のプロファイルって非常に似てくるはずなんです。各個を見てみると。で例えばタンパク質 X の、系統樹を書いてあるという。なんかある種のアミノ酸配置があってそいつの系統樹を書いてある。でタンパク質 Y の系統樹を、こう見てやる。でこれのを照らし合わせてですね、実際にはこうちょっと違うんですけど、この類似度というのがあるんですけど、この類似度を照らし合わせてやってることは何かというと、この系統樹を見合わせてどれぐらいそれが一致しているかということを見るわけです。でここではこの単純にそのタンパク質前における生物種その IJ 間のその V 字と、こっちはタンパク質 X における同じその V 字というのを見てあって、それの相関を見てあるんですね。要するにこれ何かというと、この相関が高ければ要するにこの系統樹とこの系統樹は似たような構造をしているっていうようなことで、低ければ似てない。で実際にこうやって見てみると相互作用するペアっていうのは非常に実は高い相関を持って現れているというのがここ。この灰色がその実際にインタラクションしているペアで、黒がインタラクションしていないペアなんですね。で横軸が相関係数と。で相関係数が高くなると実際にインタラクションするプロテインの方が多く見られる。要するに系統距離の関係が似ていれば相互作用するといったもので、モデル化するということです。で最近よくやられて、ちょっと変わりますけど、最近よくやられているのは、事前知識による予測といったものです。要するに、相互作用のペアというのはよく知られているわけですから、実際に、知られている相互作用のペアから、
その相互作用の規則を抽出して新しく予測してやろうというようなもの。で、一番簡単なものにどういうものがあるかというと、まあ、一つは要するに類似性を何かしら、定義してあってそれで見てやると。例えば基地の相互作用はこうあると。基地の相互作用はこういうふうにあります。で、未知のこうペアがあって、こいつとこいつは創造性を非常に持っていると。こいつはこいつに対して創造性が非常に。よく似た配列が。こいつとこいつもまあ似た配列が。となると、ここで繋がってるんだから、こいつも繋がってるだろうというふうに、まあ、予測することができるわけですね。まあ、そういうふうな考え方でやる予測のことです。で、ここの創造性は、例えば、まあ、ここでさっき言ったのは、アミノ酸配列の創造性だったりするかもしれませんし、タンパク質の、まあ、そもそも構造の類似性だったかもしませんし、その例えば遺伝子の発現ですね。どのタイミングで発現して、どのタイミングで発現しないとかっていう、そのパターンであるかも、まあ、知れないでしょうけど、まあ、やってることは何かしらの創造性というものを定義してあげて、でその創造性を使って事前知識から未知のペアの結合を予測しようという話なわけです。で、まあ、ここでやってるのは例えば単純にその創造性を見てるだけですし、共発源といえば多分その共発源プロファイルの相関係数を見て相関係数が高ければ、まあ、非常に創造性が高いというふうに見てもいいでしょうと。でそういう単純な統計ではなくてもっと高度な統計的な手法を使えば、例えば機械学習であるとか、まあ、ベイズ推定であるとか、まあ、そういったもっと高等なその統計手法を用いれば、まあ、精度はまあ向上すると思います。で実際にそういうことが最近よくやられていて、まあ、良い、例えば類似度のスコアをどう定義するかといったことが盛んに行われているわけですが、基本的に考え方は何も変わっていなくて、何かしらの類似性で予測する、そういったものになります。さて、ここで、まあ、なんていうかネットワーク解析をずっとちょうどやってきたわけなんですが、ここでそのネットワーク解析をやるにあたってですね、まあ、最近は非常にプログラム充実してきていて、まあ、簡単に行うことができます。でここで紹介するのは、まあ、一つ、ここはもう紹介だけしかしないんですけれど、一つ紹介しておきたいと思います。でここは i グラフといったもので、これは R の、まあ、パッケージの一つです。ちょっと R を知らない方にはちょっと後で手を挙げて、質問していただければありがたいんですが、まあ、そういったものです。でこのパッケージを使うと非常に簡単にネットワークが解析することができます。例えば、まあ、簡単な解析として、まあ、例えばノード数が100個でその各頂点間の円が描かれる確率が、まあ、0.05 だとするランダムグラフを作成して実数中心度を計算し合うと。そしてその実数中心度を頂点のサイズに反映させてネットワークを表示させるみたいなやつっていうのはどういうふうに描かれるかというと、まあ、ライブラリーの読み込みを逃せば、まあ、これと同じようなことにできるわけですね。で単純にそのランダムグラフを作って実数中心度を測って、そしてそれをプロットすると、まあ、こういうふうにできるわけです。でまあ、もちろん実数中心度ではなくて、他の例えば実数ベクトル、こういうベクトル中心度であるとか、媒介中心度であるとか、まあ、非常に簡単にできますので、まあ、ちょっと遊んでもらうと、いいかと思います。で、あとこう前半の僕の最後ですね。で最高収容ですが、実はネットワークやパスウェイ解析とかあんまり本がないんですね。で、多分独学で勉強されようと思っても、多分皆さん、適切な本がないと思います。もちろんその部分的には存在していて、まあ、そのバイオインパティクスなどの地点なんかに見てもある種は載っていると思うんですけれど、基本的なところが結構抜けていたりするので、まあ、推薦するのは実はこの2つです。で実はこの著者の方は全くバイオインパティクスとは、全くと言いませんけどあまり関係はなくて、もともと物理の出身の方で、まあ、基本的にそのネットワークの基礎的なことを勉強されています。で特にバスウェイ解析なんかっていうのはその基礎的な部分が非常にものを言うところなので、まあ、こういった基礎から入って、そしてそれに生物学をきちんと適切に載せていってやっていただけるとありがたいと思います。ここで、まあ、前半が終了です。